いいですか、すいません。なんか、いつも、まあ、企業さんに伺っているような感じでちょっと質問させていただいて、で、ちょっと質問直球しちゃうところは結構あると思うんですけど、ザックバラン、すいません、お願いします。で、よろしくお願いします。はい、御社についてどういった企業様かちょっと伺いたいんですけど、商品ですとかあとサービスですとか、その辺を少し教えていただけますでしょうか。うちは金属加工がメインですけど、はい、金属の塊を、機械の方に、はい、主に削ってるんですけど、削ってすると、はい、で、ワンストップショップって言ってるんですけど、はい、材料から、はい、製品の形を作って、はい、熱処理、表面処理、メッキとか、はい、そういう後処理まで全部一貫して、はい、部品を、はい、そういうものを使う会社さんに提供する仕事で、はい、主に図面を参考に作っています。対象となるような企業の募集っていうのはどういったところが多いでしょうか。要するに製造機械の部品とかが多いので、はい、メーカー、機械メーカーさんは少ないけどもいい。もともとは一般産業用機械といって、はい、工場で使う特殊機械の部品とかそういうものを作ってたんですけど、はい、歴史も長くていろいろやってることは多岐にわたってまして、はい、電機メーカーさんから船のメーカーさん、はい、自動車メーカーさんとか、はい、そういうようなあらゆるものづくりの、はい、やるところがあります。その製品を作るための設備の機械ですよね。製品でなくてね、部品でなくてね、はい、だそういうものなんで、はい、どんな仕事でもやってきましたよね。じゃあいろんな業種のいろんな部品を作ってこられた、はい、ただ市場が今、はい、縮小して、はい、ある程度、ええ、どこでもできるというか本当に特殊じゃないものは、はい、海外とか、ええ、そういうところに、はい、工場ごと仕事が流れてしまってる状態なんで、日本の市場は少ないんで、本当に特殊で長いことやってるものがかろうじて残っているような状態で、はい、そういった関係で、厳しい状況なのかなっていうのは意識しているもんで、営業に力を入れていると。なるほど。結構歴史があるということなんですけど、いつぐらいから、何年ぐらいか。僕の会社は設立が昭和29年です。昭和29年ですか。そうと何年になるんですか。65年ぐらいですね。ってことですよね。僕が40歳なんで。もともとは産業用の機械を、はい、機械図面をいただいて作ってたり、はい、設計制作をしてたんですけど、はい、今そういうものが随分とかで、うちで独自で作ってるものは、はい、少なくなってると。本当ですね。営業の力を入れてるっていうことですけれども、はい、以前からというか、ここ最近のどういったような営業というか、新しいお客様を獲得する方法ってどういったことをされていらっしゃるんですか。そうですね、だからホームページをちょっと充実させて、はい、自分のところができるよっていうことをアピールすれば、はい、仕事に結びつくことが多いのかなと思って、そういう取り組みはしてました。あとはだからね、御社の仕事ってあぶるんですけど、ファックスで、はい、ええ、ありそうなところ、仕事のありそうなところのファックスを入手できる番号のところに、はい、何か仕事はありませんかっていうので、ファックスをしたりしてました。なるほど、ありがとうございます。今回うちにご依頼いただいたその理由っていうか、なんかこう一番気に入っていただいたところっていうか、なんでご選びいただくことになったんですか。過去にファックス営業してた時に、ええ、その反応で、ええ、顧客になってくださったところもある中で、ファックス営業が結構大変なんですよね。大変で、お金もかかって、コストもかかると。あ、
そういうのに比べると、あ、ずいぶん安くて、そういうことができるんだったら、またやろうかなということで、即決にして、しまいまして。ありがとうございます。なんか、ファックスもそうですし、それ以外なんか DM とかも少しおやりになってたっていう。そうですね、DM でうちを知ってもらって、それでもっと新たにつながりを持とうと思いましたけれども、その結果あんまりかんばしくなくて、で、まあ費用とは効果から見て、ちょっと途中でやめざるを得ないようなことになったと。費用って どれぐらいかけたの？何万通ぐらい送ったんですか？その DM、 郵送 DM ですか？郵送 DM で、あの6万件。6万件ですか？6万件っていうといくらぐらいですか？100円として、それこそ、郵便代っていくらでしたっけ？1万、80、そうですね、紙代とか紙代と、まあ割引とかあって、郵便局のそういうのを使ったんで、だからかける、あの紙代も含めてかける80円とか、そうするといくらと、480万ですか？ですよね、そのぐらいはかかったんですね。500万ぐらいかけたっていう、成果ってどんな感じだったんですか？成果は、あのほとんどなくて、ほとんどない。その次になるものが、見えなかった。要するにどうしたらいいかっていうことが、まあとにかくダメなんだなっていうのが分かったんで、あのちょっとそれはお休みって言って、やめてたんですね。今回我々の方にありがとうございます。ご依頼いただきまして、で、あの配信、今あの配信途中までしていただいているところだと思います。確か7000件とかを送らせていただいてっていうような状況だと思うんですけど、で、今これが返ってきた紙面ということです。大体これ何通ぐらい？100通近いと思いますけど、ね。100通近く。7000件で100通なんで、1.5% ぐらいですか、の返信。結構あの、もう取引にもいくつかなったっていうふうに伺ってるんですけど、で、迷うな取引が。5、6件は来てて、うちの仕事はそんなに安いってことじゃないんで、数十万単位なんで、あ、1件が来てます。1件が数十万単位なので、100万以上の受注にはなってます。なるほど、まだあんまりまだアプローチはあんまりされてないっていうことですかね。全部には、これから少しずつアプローチしていくっていう。っていうか、アプローチをこうするべきなのかどうかっていう、今はだから向こうからこういうのやってくれないかって、お願いがいきなり来て。で、まあ、見積もりなりに、あの打ち合わせなりで、まあ、即決みたいな形ですぐに作りましょうということで、もう収めたのがその頃。なるほど。ありがとうございます。今後としては、あのお客様、あのどんなような形で、取っていきたいというふうにお考えでいらっしゃるんでしょうか？今後は、その学生営業を継続して、それでお客さんに知ってもらえる機会を、まあ増やしていくことによって、常に毎回同じものが来る仕事ではないので、その中で、うちに頼める、頼むべき仕事だということを認識しておいていただければ、またリピートもあるだろうということで、ただある一定の、事業の売り上げとかそういうものは確保しなきゃいけませんので、もう少しこの営業活動を増やして、もう少し安定して、できれば売り上げをどんどん伸ばしていくような方向性を目指していこうと。まあその辺は費用対効果の関係で、ただ仕事が来るだけで、できる右から左の商売じゃないので、来たものは打ち合わせをちゃんとして、それでもってちゃんとしたも相手の満足するものを納めて初めてお金がもらえるものなので、その辺は、まあ、じっくり広く長くやっていくのかなと考えていますね。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。終わり？終わりです。あのちょっと文章に出させていただいて。
じゃあ見ていただく。もし変えるところだったらまた取り直しに行くよ。わかりました。うちも、ね、僕実家ほどが屋なんで。あ、そうなの。実家ほどが屋の、あの初音が丘。初音が丘ってどこだ。